私消気マスク効かなすぎて、あ、効かない、お酒強い人効かないっていう、ね、そうなのだよ、マックスにしまったんだ、うん、だけどなんかふわふわしてきましたかって言ったら全くしませんみたいな、うん、もう局所麻酔に行きますみたいな、うん、もうありえないみたいな、局所が痛いでしょ、やばいよ、でさ、うちにまでさ、書くみたいな、いや、だって書くって自分から言ってくれるのマジで優しすぎない、だけどさ、しかも、いや、医師寮ね、やけどそれ優しいよ、だからオリックスファンはマジで誰も声かけてなかった、うん、実際さ野球にしか興味ないじゃん、オリックスファンだったら、うん、ジョー君、うん、チャンテとかやってた、やってる、クリアーでそうやってたチャンテやってたチャンテ中に行ったの、いやチャンテはもうチャンスの時に行くなよだからさ、ジョー君の貴重なお休みの楽しい時間を奪わないでほしい、あのジョーラシで言ってたんだけどテレビの裏カメラがない方まで調べてて、めっちゃ面白いあれだよね、青春ぶりだよね、青春ぶり、うん、久々じゃない、うん、19年とかあれ、やば5年ぶりに怖い怖い怖すぎる、マジか、もう福岡を視野に入れて勝手にホテル取ってたからそれでさ、あの福岡行きたいって言われなかったらもう勝手に知れずキャンセルしようと思ってたからさ行きたいって言ってくれて来たと思ってもえ、知れちゃいけないの、エビのトマトクリームは決まりとして、やっぱりいやプリンよな、うまいもんな、350円安く感じない、こんなに安くね、なんか前さ銀のプリン、いやプリンですね、めっちゃもプリンだわ、うちミルクブリューだわ、決定です、風びょうびょうです、おしゃれサラダ、サラダだけ写してもおしゃれね、おしゃれ、螺旋階段あるんだよ家の中にびっくりしちゃうよ、ね、螺旋階段すごいよね、なんかいつものフライに戻ったって感じ、うん、もうまだお腹空いてるもんだってかわいい、ちょっとプリン借りますプリン借りるねわかる、なんかチョコレートっぽいって書いてるのめっちゃわかる、カレーはできてるの、うん、これ甘み必須です、あ、甘みあとが絶対に言いすぎたかもしれないごちそうさまでした、いや絶対寒い外、あ、パンパンか、パンパンじゃないよねあ、本当ですか、はい、大人気なんです一周できる、うん、今日も刺身ご飯添えとか
がとう。見てみよう。Thank you.
か。え、かわいい。ちょっと待って、黒くなる？ちょっと待って、黒くなる？ちょっと待って、黒くなる？
激うまなんだろ。焼けるんだ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 。
の特徴の公開をお知らせいたします。駅に変わりまして山崎、こちらが山崎プラグの水道です。見て見て、何してんの？これとバットで遊んでんの？これを周平さんの応援歌に合わせて叩いてた。君の種。だからさっき応援歌に。皆さん、はい、2つは